ではスピーディーに始めます。えー、週刊少年ジャンプで、えー、スティールボールランが新連載の時の表紙です。えー、ジャイロ・セペリがこの頃はちょっと謎めいてましたよね、はい。続いてジャイロ・セペリが表紙の青丸ジャンプです。えー、スティールボールランの外伝が載ってました、はい。メダカボックス第2回センターからまだメダカのなんかデザインがこなれてませんよね。はい、続いてジ、えー、ジョジョのの奇妙な冒険の えー、オールスターバトルってゲームの発売直前のスペシャル DVD です荒木博彦のインタビューとか載っててちょっとこかなり見応えありました、はい、僕のヒーローアカデミアのポスターです、はい、続いて、えー、僕のヒーローアカデミアのシールと僕のヒーローアカデミアの夏コミのカードです、はい、これは鳴門外伝の、えー、ジャンプコミックスのスペシャルカバーです、はい、ドクタースタンのシールブラッククローバーのシール、はいえー、ダブルアーツの、えー センタカラーからですね。はい、ロザリオとヴァンパイア。はい、でここからちょっとユーナさん続きます。えー、ゆらぎそうなユーナさんです。はい。はい、続いてこれもゆらぎそうなユーナさんで、このおっぱいのお描き方とか、肉肉しくてエロいですよね。はい、えー、主人公ユーナさんですね。はい、しましまましまし、ゆらぎそうなユーナさんです。はい、みっしりゆらぎそうなユーナさんです。はい、修行か貴様もゆらぎそうなユーナさんです。 チョコだけじゃ伝えられない甘い気持ち、揺らぎそうのゆうなさんです。顔がもう美少年な顔してて、体がもう女性ですね。はい、えっ、ー、と、生クリーム跳ねちゃった、ゆらぎそうのゆうなさんです。汗かいちゃった、揺らぎそうのゆうなさんです。えっ、ー、と、これは暗殺教室。ゆらぎそうのゆうなさんが続いた後の、えー、松井雄星の描く女の人は、なんか華奢っていうか、貧相な感じがしますけどね。はい、僕のヒロアアカデミア ともいきや松井優勢が続くとやっぱり可愛いですね。はい。で暗殺教室のクラスイグミだったっけな？のメンバーですね。3年イグミね。いいなね。はい。ブラッククローバーはい闇男です。はい。ハンターハンターうごめく強欲ツボはハラミです。はい。ナルト外伝の満ちた月が照らす道だそうです。これコミック載ってんのかな？はい。えー、ブラッククローバーのヒロイン3人です。 広いんでもないですけどねこのおっぱいの描き方いやらしいですねおっぱいの描き方っていうのも進化してますねであのちょっとひがんだ感じの,あのこの子ですけどちゃんといいスペックしてます下半身はいでやっぱり揺らぎそう,のゆうな優さんすごいですねこの立体的な体の描き方すごいですはいブラッククローバー最高の二人やがて最強の二人はい続いてブラッククローバーこれもすごいなねなんかダラーンとしてますね すごい。はい。食、え、戟、ー、の相馬の、えー、十傑の一人ですね。ブリーチ。闇に点末。はい、えー。これはナルトのポスターです。こちらは食戟の相馬のポスターです。ブラッククローバーでーす。はい。で、食、え、戟、ー、の相馬の、えー、チャイナドレスに身を包んだヒロインたちです。俺、肉味が好きでした。 はい、僕のヒーローアカデミア。ハイキュー。これポスターで裏返しになっててすいません。ね、全然絵が見えなくてね。はい、次はレディ・ジャスティスです。これすぐ終わっちゃったんですけど、まだまだちょっといまいちな絵柄が、かえってなんかおっぱいとかがふにゃふにゃ感がよろしいですね、はい。ブラッククローバーです。食、は、域、い、のソーマーです、はいえー。僕のヒーローアカデミアです。えー、トラブルですね、はい。ブラッククローバーです。ブラッククローバー。 えこちらもブラック・ローバーで、えー、この人シスコンなんですけど確かにこの妹は可愛いですね丸くて、えー、とこの田端先生の描く女の子はみんな丸顔で可愛いいです。でまあ連載終了間近で、えー、最後これはこの回はコロ先生が暗殺される回で、えー、最後のページがカラーになってます。 はい、ブラッククローバー、荒井博文がこれ、えーと、イメージなんですけど、えー、アニメの声も荒井博文だったんですけど、あの後事件、荒井博文、事件起こしちゃって、その後どうなったんでしょうね。はい、食撃の相馬、食撃の相馬、なんか2人ともこれ、イメージがなんていうかな、連動してますけど、和数が違うんですよね。156話、143話。はい、続いて、これはホビー賞でもらった、僕はキユーピー大好きなんですけど、キューピーを作ってる会社の宣伝ですね。 はいえー、これはナルトの、えー、コミックスのスペシャルカバーです、これも。はい、ナルトの見開き、ガマ揃いはい、青のエクソシスト。はいえー、アップル、込み直し、えー。ダブルアーツは終わって、ニセ恋が始まる前ですね。間ですね。はい、これはトリコの、えー、見開きカラーです。でこ,のこれが特別だったのは、ここになんか、 こするとバニラの匂いがするっていうなんか細工が施されてましたねジャンプこの頃いろんなことやってましたねはいブリーチ織姫はいボッケさんすぐ終わっちゃいましたけど結構面白くなる可能性があったと思うんですけどはいバックマンですはいえー、っとブリーチの、えー、ポスターですトラブルはい M0 はいえー、ブリーチ見開きです赤く攻めてますねはいラルグラド これもおっぱいに特化した物語でしたよね。で、えっ、ー、と、ラルグラド、これは13話。で、こっちのラルグラドも11話。で、なんか短い間にこんな見開きのセンターあの、カラーもらってたのに、結構すぐ終わっちゃいました。で、この人のおっぱいが結構強調されてました。はい、ムヒョと老人の魔法律事務所。重機人間、ユンボル。アイシールド21、かっこいい。はい、トラブル、トラブル。 はい、ブリーチ。ノーガ野上ロミ見開き。はい。タイモントキングサーガはい。天おじさ様の順位表。えト、ー、ベ敬語が1位多いですね。俺様キャラ。はい。ナルト4色ガマです。はい。アイシールド21です。はい。D ・グレーマンの見開きです。はい。銀玉の見開きです。リボーンの見開きです。 ナルトのミヒヤキですはい最後ナルトシップデンのアニメ開始の時のアニメポスターです以上です